時刻は4時を回りました。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その半生を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聴いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。本日は心株式会社代表の吉山奈美さんにお越しいただきました。奈美さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと奈美さんとは不思議なご縁で、ご紹介で、はい、おつなぎいただいたんですが、メディアでも最近すごく取り上げていらっしゃる、素晴らしい活動をされていらっしゃるんですが、ちょっと簡単に自己紹介していただけるとありがたいです。はい、はい、産前産後のお家にご飯を作りに行ってます、はいはい、吉山奈美と申します。はい、心株式会社って聞くと、何株式って言われるんですけど、はい、もうそれっていうよりは、妊娠中と産後のお母さんのうちに行ってご飯作るようなお仕事してますって言った方がすぐ伝わるので、そういう風に付け足して自己紹介をいつもしてます。なるほど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどちょっとね、打ち合わせしてて、いろんな思いとかちょっとお聞きしてたんですけど、涙がちょっと僕も溢れてきて素晴らしい活動をしてるなと思ってお聞きしてたんですが、この番組がですね、人生のターニングポイントっていうことで、お聞きしてるんですが、奈美さんが今のご活躍につながるターニングポイントを挙げるとしたら、どこにあると思います？本当に活躍って言ったら、って感じなんですけどでも本当にこの、私看護師なんですけど、はい、看護師なのに病院で働いてなくって、うん、なおかつ株式にまでしてしまって、はい、やってるきっかけはもう本当に私の主人としか言いようがなくって、はい、ご主人？はい、主人です。もうご主人が何かきっかけをくださったんですか？もちろん、もう主人、まあ、言ったように私看護師なので、はい、普通看護師って言ってみんな病院どこで勤めてるの何かとかなると思うんですけど、うん、ですよね。うん、私男の子が3人いまして、はい、うん、で2人目出産して、うん、まあ、ちょうど1歳ぐらいの時に、はい、まあ、こうそろそろ仕事をね、うん、しようかなって思うじゃないですか、うん、はい、でその時に主人に相談したら、うん、料理が好きだし料理教室の先生したら？みたいなこと言われて、ほうほう、もう本当に寝言は寝て家状態で全く畑も何も違うじゃないですか、はい、看護師なのに料理教室ってお前ふざけんなよぐらいの気がだったんですけど、そんなんできるわけないやんって言って、でもたまたま今私がやってるようなこの妊娠中とね、はい、産後のお母さんのお家に行ってご飯を作るっていうことを、うん、もうすでにお仕事としてなさってる方が福岡に行って、はい、でその方とちょっと私がつながりまして、はい、主人にこんな人がいるってよって、これだったらできるかもしれないよって言って、あ、じゃあもうそれやりなよみたいなので始まったのが、本当に私が病院勤めじゃない看護師が始まった、はい、スタートラインですなるほど。で、最初はご主人の言葉で、反発を覚えてたんですけど、ご自身で、まあ、情報を探しに行ったっていうことは、自分でもそういうイメージって湧いてきたっていうことですかね？そうですよね、やっぱりこう、うん、料理好きだしっていうのは本当に料理が好きっていうのもあって、うん、実際自分がもう5、6歳ぐらいからキッチンに立ってたので。そうなんですか？そうなんですよ、すごい大好きで、まあ、共働きだったので両親が忙しくていないっていう、もう自分の飯は自分で作る、うん、みたいなところもあったので、はい、でもそうなんでしょうね、病院に戻る自分は違和感があったんじゃないですかね。主人にもあったように私の中にもどこか違和感があったっていうのは事実だと思います。なるほど。で、情報を探してみたら、福岡に同じような、お仕事をすでにされてる方がいらっしゃって、はい、その方とコンタクトを取って習いに行ったんですか？いえ、その方には来てもらいました。もう沖縄まで、事情を、事情を説明して、来ていただけますかって聞いたら来てくれるっていうことだったので、来ていただいて、たった2日間だけ教えられて。2日でたった2日でしたたった2日でしたけど、たった2日で起業する私もどうかと思うんですけど本当にいきなりこの広い海の中にポイって投げ出されたろと状態なんですけど。ですよねで、2日、まあ、何を聞いていいかわからないから、うん、教わったとしても、うん、実践に基づいてないからね。そうですね、ちゃんと教わったっていう感覚多分なくて、ないですね。でご自身で、まあ、もうほぼゼロから
の状態でマイナスぐらいの勢いですね。そうなんですか。本当になんかそんなんね、お客さんのとこに行ったこともないし、どうやって客取ってくるかもわからないし ね、全くもって起業っていう、起業が流行りだした頃ではあったんですけど、はい、ズブの素人だったので、はい、最初、それ教えてもらって、で今はねメディアでもあちこちで取り上げていただいてるんですけど、うん、最初はどういうことされたんですか。もう本当に起業の最初は SNS ですよね。もうブログ立ち上げて、はい、ブログとかでこんな仕事してますって、うん、でも、はい、見てくれる人なんて言ったように、もともと自分のブログの人なんてそんな少ないので、はい、もともとあったブログでそれを、いやもともとないです。そっから始めたブログなんで。なるほど、はいはいはい、本当にゼロですよね。ゼロですね。そう、でもその時に最初は本当に手書きのチラシだったんですよ。自分で手書きで本当に A4 の紙にこんなお仕事してるっていうのを自己紹介も書いて、はい、それを何百倍も印刷屋さんに頼んで刷ってもらって、はい、それ片手に、うん、なんていうんですかね、保育園の一緒にひっついてる支援センターとかに頭下げて置いてもらったり、でも本当に営業ってそれぐらいしかしてなくて、あとは地道にブログでお客さんのところの要は作った料理の写真とか感想とか本当に書くようになって、 SNS でしか今思ったら集客してないんですけど、でもやっぱりそれだけ情報を探してる方がいらっしゃったってことですよね。今もそうじゃないですかね。今もそんなにその表立って私言ったように営業かけには行ってないんですよ。完全に SNS だったりとかでしか集客してないんですけど、新しく来るお母さんたちに聞くんですね、どうやって私のことを知ったのって聞いたら、みんなすっごい一生懸命ポチポチしたって、探したって、要はだから今はそれをなくしたくって営業かけにどっか行こうかなと目論んでる最中です。なるほど。まあでもこれの活動が続いていけばね、すぐたどり着くっていうこともどんどんこれから出てくると思うんですが、実際それ子供さん抱えて、で2人目が1歳の時ですよね。実際にこれ訪ねていくっていうのも大変だったんじゃないですか。大変でした ね。だからもうまず子供を預ける先を確保しないといけない。だからもうそのことに躍起になってる自分もいたし、今思えば鬼みたいな顔してたなって思う。ご自身が鬼になってたんですか。人を救うため。まあ、じゃあ子供さん預けて、まあ、そうですね、子供を預けて、うん、仕事してって感じでしたね。でも一体にお勤めではないので、はい、自分で時間は調整はできるんですけど、あ、そうですね、まあ、ハイリスクではありましたけどね。自分しかいないので、子供が熱出たらやっぱりね、お客さんに断り入れないといけないし、面倒見てくれる人がいないので、いろんなジレンマはありましたけど。実際にこれやってみて、お母さん方の反応ってどうでした？やっぱ泣いて喜ぶ人がいてくれるので、たまに、それは私の今のやりがいにつながってるし、あ、やっててよかったって本当に、思いますね。でこのお母さん方ってお願いするときって一番何で困ってるんですかね。やっぱり買い物とかじゃないですか。買い物もだけど、もう献立立てれないってみんな言います。もう考えるのが大変って、ご飯、そうよねみたいな、毎日飯だけじゃねえみたいな。だし、その一人目だったらまだそこまで悩んでるお母さんいないんですけど、二人目になると兄弟児がいるじゃないですか。だいたい 2,3 歳離れた、はい、まあ 2,3 歳ってね、ちょっと思い出してもらったら分かると思うんですけど、はい、あばばばばぐらいなので。何食べたいって言ってもリンゴとかね、アナナとかね、言葉になってない言葉で食べたいものを伝える生き物なので、やっぱ いやいやもう始まる頃、始まる激しいですからね。激しいです、激しいです。やっぱそんな中でその子の胃を汲み取って献立を立ててって考えたら、もうお母さんのストレス半端じゃないですよね。まあ、ちっちゃい子がね、生まれたばかりの子がいると、まず睡眠が取れてないっていうのが多いですしね。でその中で、まあ、夜泣きする子もね、上の子もちょっとします。はい、下の子が生まれてくるとね、な、嫉妬じゃないですか。今まで起きなかったのにね、はい、起き出したりね。
お母さんをこれでもかっていうぐらいね、そうそう、辛い思いをすると思うんですけど、うん、まあ、僕は男性なんで男性の立場から言うと、うん、全然、まあ、僕も未熟な時っても全然そういうね奥さんが苦労してるっていうのは気づかないんですよね、うん、なので、あの外で働いてる男性って、まあ、あの子供ですから、自分の立場の主張だけをするんで、奥さんの方としては子供さんの面倒を見て、あのご主人の面倒を見てっていうと、本当なんだろう、自分の味方がいないんじゃないかって思う人なんかも多いと思うんですけど、そういうやっぱりあのなんだろう、普段の生活での苦しみよりも心で、心の状態がすごくね、病んでるというか苦しい状態の方も多いんじゃないかなってちょっと思うんですけど、いっぱいいます、てか、うん、ほとんどそうじゃないですか、もう行って大体出てくるのは旦那の口か姑の口なので、まずそれ聞きますよ ね、 ね、でもそれを聞くのが私の仕事なのでね、はい、うん、その中にただ料理が付随してついてるっていうだけで、ほぼほぼ話を聞くのが私の仕事です。なるほど。これであのですか、奈美さんはストレスってあの抱えないですか？全然感じないです。やっぱりもともと看護師なので、はい、話を聞くっていうのはお仕事なんですよ、うん、私たちの仕事は話を聞くことがお仕事なので、はい、患者さんの訴えを聞くっていうのがお仕事、訴えを聞く中でその人の何が一番今苦しいことなのかっていうのを、うん、拾い上げるのが私たちの仕事なので、もともとのお仕事でされてることが、今のお仕事の大事な部分をやっぱり形成していったということですね、うんうん、なるほど。でお仕事は、まあ、あの最初はチラシ配りとか SNS でやって、うんうん、あのその後も順調に伸びていったんですか？順調に伸びていきましたね。本当に順調に伸びていきました、はい、でこの今、最初お子さんが3名いらっしゃるということであのおっしゃっていたんですが、第2子が生まれて1歳の時にそのお仕事を始めて、また3人目が生まれる時っていうと、まあ、ご自身の妊娠の期間とか育児期間ってあって大変だと思うんですけど、その期間は何されてたんですか？やっぱご飯の仕事をしながらなんですけど、はい、なんせ立ち仕事なの で、 でやっぱり車で移動しますので大変なんですよ、はい、だからやっぱりこう妊娠何ヶ月かな、6ヶ月7ヶ月までは頑張ったんですけど、はい、やっぱその後はもう無理が来るので一回、自分も3人目が37歳で産んだので、はい、決して若いわけではないんですね、なのでいろんなリスクも抱えてるっていうこともあって、もう7ヶ月ぐらい目からお休みをいただいて、それの時にやっぱりこう考えましたよね、今までのスタンスで仕事を続けてっていいのかなっていう、本当に限界が見えてきてる部分も、自分一人じゃこなしきれないお客さんがもう目の前に少しずついたっていうのもあるし、その時はまだ私代わりに買い物行ってなかったんですよ。お客さんのお家に伺って、そのお客さんの中、その冷蔵庫の中だけを見て、献立もそんなに立てずにただ作ってたんですよね、これはもともと教えてもらった人のスタイルです。その人のスタイルでやってました、でもそこに違和感を正直最初からずっと抱えてたっていうのはありました、でもその風でしか教わってないので、それでしかできない自分もいたっていうのもあるんですけど、本当に3人目がお腹に来て、休みの期間に入った時に本当にこれでいいのかなって、もっと多分お母さんたち料理作る以外も困ってるはずと思って、すごい考えた時に、あ、買い物もやっぱり行かないといけないなって。なるほど。献立も立てないといけないな、もっとしっかりって。より深くあのお母さん方の気持ちに入っていくような気づきがあったっていうことですね、でその後の、まあ活躍、まあ、あの行動とかってだいぶ変わってきたと思うんですけど、一旦ここで CM 入れさせてもらって、その後で、その気づきの後どういうふうにあの変わっていったかっていうのと、聞かせてください、一旦 CM です。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ後半です。前半ではですね、奈美さんの方が、男子第3子を、身ごもった時、ご自宅で、ご自身の今までされてきた仕事の在り方を振り返った時にある気づきを得たと、でこれでいいのかっていうことで、お母さん方に寄り添った、気づきを
得て、それから、復帰されていくと思うんですが、その買い物っていうのは今まではしてなかった。してなかったです。一応あのオプションみたいな感じでつけてはいたんですけど、はい、やっぱオプションなので値段が上がるじゃないですか、うん、はいはい、だからやっぱつけないんですよ、みんなだいたい買い物しといてくれる。今思うと買い物ってしないと、うん、産後のお母さんだけじゃなくても妊娠中とかってやっぱ、うん、頭使うので献立、はい、立てて買い物行くのって結構重労働なんですよね。まあ、あの物もねやっぱり重いし、うん、はまあ、あの特に妊娠中なんかも大変ですからね、うん、でこれをあのサービスの中にもうオプションではなくてもつけてあげるっていう、もう完全に入れ込む形にしました、うんうん、そうするとどうでした？そっちの方がやっぱ評判は良かったですね。だから買い物もただその私がご飯を作るときに使う材料だけじゃなくって、うん、もう同じスーパーの中だったら紙おむつ買ってきてとか、うん、それ以外も、ね、うんうん、全部頼んでいいんだよって言って、うん、要はそれ以外の買い物も私が引き受けるので、うんうん、なんかね、なんかこうすごく申し訳なさそうに、あのナミさんアイスが、うん、分かった分かった、何アイス甘いのも食べたくなりますよね。そうそうそう、帰りがけにコンビニとかがあった、タミさんローソンの、うん、分かった分かった、寄ってくるね すごい嬉しいでしょうね。そう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 、でそういうね、サービスの方も充実していって、うん、お母さん方ってまずは訪ねていって、先ほど言ったら眠れないお母さん方もいらっしゃるじゃないですか。朝ね訪ねていった時に、うん、まず眠れてるってことで一言、うん、声かけるっていうことだったんですけど、他にもどんな言葉をかけたりします？もうやっぱり人って顔見たら全部バレるじゃないですか、疲れが出たりして、ね、そうそうそう、眠れてないだけじゃなくて、うん、すごくイライラしてる表情だったりだとか、はい、すごく悲しそうな表情してたり、うん、大丈夫ですっていう言葉が出た時点で人って大丈夫じゃないんですよ、実は。ですよね、うん大丈夫っていう言葉が出た瞬間に、何があったのって、うん、うん、何お兄ちゃんたち何かあったのとか、うん、何パパと何かあったのとか、うんうん、そういえばなんかお姑さん昨日来てたって言ってたよね、何か言われたのとかなんかもう本当にもう探り探りですけど、うん、でもそういう水をね差し向けるとやっぱりね、うん、あこの人だったらちょっと話してもいいのかなっていうことで、うん、やっぱりね話してくると思うんですけど、話を聞いてもなんか話せる人と話せない人っていると思うんですけど、うんうん、実際にはでもお付き合いされてて、うん、だんだん慣れてくるんですかね。もうやっぱりそれはもう看護師として何万人っていう人たちと私はコミュニケーションを取ってきたので、うん、この人これ以上話しても閉ざすなとか、うん、あこの人このぐらいしか話さなくてもどんどん喋るなとか分かるんですよ、うん、感覚で分かるんですよ、さじ加減が、うん、もうだからもうそこはもうなんだろう、自分の今までの経験、コミュニケーションの経験のもとで話してますね、接してるというか。へえ、これはもともと自分で考えてそのコミュニケーションとかって実際に現場でいた時からされてたんですか？っていうかもうこのコミュニケーションは本当に現場で看護師としていた時に先輩たちから叩き込まれたっていう、叩き込まれた、叩き込まれました。おな、もうなんて叩き込まれたんですか？怖いんですよ、先輩に思い出しただけでおしっこでそうなるぐらいだけど、本当になんか怖い。でも急にね当時はいらっしゃったっていうことで、うん、もうすごいもう秒単位で命の現場ですから、です、うんうん、その中でコミュニケーションってなかなか取りにくいと思うんですけど、どういうふうに教えられたんですか？だからやっぱりこうもう命がね消えそうな人たちに対してはコミュニケーション取りませんけど、うん、でもそこに付随する、うん、例えばこう救急搬送を来ても家族が同乗してたりだとか、会社の人が同乗してたりだとか、はい、その場で助けた人とかが例えば同乗したりひっついてきたりしてる場合ってあるわけですよ、はい、ありますね。でやっぱその人たちって結構心に傷を負ってます、はい、うん、だから私たちは医療現場では現場で処理する人とその心のケアに行く人と二手に分かれるんですよ。そうなんですか、うん、今どこの病院でもそんなことやってるとは言いませんけど、はい、私が正直看護師としてやり始めた頃は、うん、うちの病院はそこを結構徹底してた、へ、うん、先輩が行けと、うんうん、で2分で戻ってこいと2分で戻ってこいって感じなんですけど、でこの1分2分の言葉がけだったりするとき、うん、ね、一緒にいる、まあ、例えば自殺も多いっていうことで、自殺多いです ね聞いたんですけど、その自殺者に対しのご家族に対しての、うん、ケアってねやっぱりすごく大事だと思うんですね、うん、で、その時になんか気をつけてたことってあります？言葉がけで、もう
本当に自殺者のご家族は目が沈んでるので、うん、ただ寄ってって背中さするまず、うん、びっくりしましたねって、うん、びっくりしましたねって、うん、また後でね状態話に来るので、うん、ちょっとここでお待ちくださいってこれだけです、うん、なるほど。もうそれ以上は言わない、うん、それ以上言ったらうわーって出ちゃうので、うん、戻れなくなるっていうのもあるし、うん、とりあえずその場を鎮めるというか、うん、びっくりしたよねってびっくりするじゃないですか。しますね。第一発見者だったりするので、うんうんうん、まずそのびっくりしたねっていう気持ちを受け止めてあげる、うん、こっちが、うんうん、なるほど。やっぱりその、切羽詰まったもうアクシデントの中でやっぱり声かけの経験っていうのはあるから、うん、お母様方のあと、うん、なんですか微妙な変化っていうのも気づくっていうのも経験の中で、うんうん、培われてきたということですね。そうですね、うんうん、お母様方でかかあの話してて他に何かあの苦しんでいらっしゃることってあります？苦しんでることっていうかやっぱりもうお母さんたち、うん、産後すぐってお家から出れないのはご存知ですよね、はいはい、ですね。やっぱり新生児って抵抗力ないので、はい、やっぱ1ヶ月検診までは結構もうほぼほぼ監禁状態なので、もともと外に出るのが好きなお母さんは誰かと接触したいんですよ、家族以外の誰かと。でも接触しないことがめちゃくちゃストレスになってる。でもちっちゃいから出せないみたいな、すごいジレンマなので、まあ、そこで私みたいなサードパーソンって言われる家族以外の人が入るっていうことでやっぱ風通しが良くなるんですね。家族以外の人との会話が生まれるので、もうそれは元気になりますね。ましてや特になんだろう、一般の人に話してるわけじゃなくて、うん、看護師っていらっしゃるから、うん、健康面の相談とか子育て、まあ、経験されてるね、うん、先輩お母さんっていうのもあって、いろんなことを、聞ける幅っていうのはすごく広いと思うんですね。そうですね、うん、やっぱり切羽詰まってる時って兄弟児のお兄ちゃんたちが風邪ひいて休んでいる時ですよね。あ、うん、どうしていいか分かんなくなってるんでお母さん、はい、うつったらどうしようって、だから一言言います、うつるよ、うん、うつるよだからうつらんために食べて寝なさいって言ってるでしょみたいな感じで、ああお母さん自身が風邪をうつ、うん、お母さん自身が、うん、もう自分が倒れてしまったらもうどうしようもないですからね。そうそうそう、なるほど。でも本当に、お母様にとって良きアドバイザーであって、で寄り添ってくれるもうお姉さんのような存在であって、うん、でやっぱり生きるためには食べることってすごく大事じゃないですか、うん、その、根底を支えてくださるもうこの奈美さんの活動っていうのは本当多くの人にね知っていただきたいなと思うんですけど、もっとね本当いろいろお聞きしたいんですけど、あっという間にお時間が近づいてきました。でもし機会がありましたらまたビハインドストーリーの方でもお話聞かせていただけたら嬉しいなと思いますので、はい、今日お忙しい中来ていただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。この番組の内容はですね、リッスンラジオというアプリを使って世界中どこにいてもリアルタイムでお聞きいただけます。放送局 FM 宜野湾から番組名をたどってご登録ください。また繁栄軍師のホームページや YouTube 専用チャンネルには本日のゲストさんに関する情報へのリンクを貼っておりますので、繁栄軍師で検索されてみてください。繁栄軍師陣営の人生好転ラジオ、本日のゲストは心株式会社代表の吉山奈美さんでした。また来週お会いしましょう。さようなら。